こんにちは、よそやマスターです。えー、今週はですね、第34回フェブラリーステークスについてお話をしたいと思います。えー、フェブラリーステークスですが、やはりですね、ダートの G1 ということで、ダートの一戦級がですね、かなり揃ってきたのかなというふうに思っております。ただですね、えー、やはり人気が割れているように、ちょっとですね、中心バは不在ということで、混戦模様なのかなというふうに思っております。えー、それではですね、過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、チャンピオンズカップですね、去年の秋のダートの G1 ですね。で、このメンバーからはですね、かなり上位出てくるんですが、サウンドトゥルー。 えー、3着飛鳥のロマン4着カフジテイクあたりが出走していくとまあちょっと下もいるんで順番に説明していきますがまずですねこのレースの前提としてはですね一つはですね、えー、中京のダートが、えー、やはり内側がちょっと有利だったということと、えー、あとかなりハイペースだったよということを 2つを頭にに入れるとおおいいいててほしいなという,ふうに思っておりますでまずですず、ね、このレースに関しては展開を見ていくと、えー、勝ったです、ねえー、サウンドトゥルーはです、ね、後方のインコースですねで直線もです、ね、実は4コーナーまでうちでじーっと待機して直線だけ外に出してるんですねなのでこの、えー、乗り方というのはイン有利な馬場かつハイペースでは最高な乗り方だったということで王のジョッキーがうまく乗ったことによって、えー、1着だったということが分かるのかなと思いますなので、えー、この1着だけでですね、えー、一応ダート界ナンバーワンって決められて 早いいののかななと思っていますすででサウンドトゥルーですね、まあ、今回も要注意の1頭ではあるんですがやはりですねペースが落ち着いた時には足を余す可能性が否定できないというふうに思っております。で対してですねちょっと見ていくとまず3着のアスカノロマンこれはですねハイペースを先行した割にはよく粘っているという見方もできますがただやはり内側有利な場合のインの3番という絶好意を生かしたという感じもするのでこの3着もですね評価が分かれるところなのかなと思っています。で対してですね追い込んだ 4, 4着におけるのは河テイクなんですが1枠ながらも早めに外に出してしまって直線も大外回った分ですねここにいますね大外回った分4着で届かなかったということですねなのでこの4着に関しては外,外を回りすぎという見方ができるのかなと思っていますなので能力的にはですねこの上位3頭に関しては互角という見方でいいのかなと思っていますであとですね6着のえのんこの夢 これも、えー、後方のでちょっと外目を回っていたので、えー、カフジテイクと同じような内容なんですが、やはりですね、えー、さらに外を回ったカフジテイクが先着しているので、のんこの夢ならば、前回の内容では、この、えー、カフジテイクが上という見方かなと思います。で、あとですね、えー、負けている組でいうと、えー、7着がですね、これですね、えー、去年の覇者のモーニングとで、これもですね、ハイペースの外枠からの外追走なので、この7着は度外視可能ということで、 今年もですねやはり連覇のチャンスはあると思って。 ていますで、あとですね、えー、まあこれこ,こら辺いっぱいいますね12番これもですね、えー、ゴールドドリームハイペースの外見ツイストのでこれも度外視できるとで、あとですね、えー、揉まれるとダメなコパのリッキーがやはり馬ゴミの真ん中に入ってしまって能力を発揮できなかったとまずここら辺のですね先行勢の外目を回った組に関しては着順が悪くても巻き返し可能という評価でいいのかなというふうに思っておりますなのでこのですね、えー、一つ目はですねチャンピオンズカップの着順がガラッと今回 入れ替わることも想定して予想していくのが一つの手かなというふうに思っております。で次ですね えー、東海ステークスですねでこのメンバーあんまりちょっと出走してくれないので軽くいきますがこの時ですね、えー、人気だった馬がアスカノロマンなんですがアスカノロマンがちょっと、えー、人気を裏切ってしまったとでただですねこの、えー、上位組ですね日、えー、アクんモルトベーネ、まあ、先週勝ってますがあと名勝宴あたりもですねやはり、えー、今回の G1 のメンバーに入ってちょっときついのかなと思っていますでちょっとアスカノロマンだけ中心に見ていきますが、えー、アスカノロマンはですね人気だったんですがちょっとあんまり長距離この時良くなかったこともあ 行き足がつかずにです、ね、早めに外に出してしまった分持ち味を発揮できずに8着となので飛鳥のロマンに関しては去年3着なんですがやはり気分よく先行できるかどうかというところがポイントになってくるのかなというふうに思っております。で最後でですすねねスステク でネギシステークス組からはですねカフジテークベストウォリア、えー、エイシンバッケンキングズガードまあ西,西系ものここら辺ごと全部出走してくるんですが。 あの0コマぞろいだった割にはですね思ったよりペースが速くならずにですね、えー、どうかなといった感じですがそれを楽々差し切ったのが、えー、とカフジーテイクですね3番ですねで1着とまあ,あの上がりも非常に34秒ごと速いですし、えー、これは着差以上に強い内容だったのかなというふうに思っておりますなので、えー、この1着は評価に値するんですが、えー、やはり、まあ、チャンピオンズカップの内容を見ればですねこのぐらい走って当然といった内容ですねで対して2着のベストオーリアがまあここですね 中段にお追走して4着と。で、これはですね、えー、やはり実績があって、えー、金量が5 8キロを背負っていたことを考えると、やはり展開したい。今回、戦後番少ないので、前残りの展開が想定されるので、そういう意味では逆転してもおかしくないのかなと思います。で、あとですね、えー、衛進バッケン、キングズガーあたりが3、この3、4着に追い込んでるんですが、 えー、3着4着ですねで内容的にはですね、えー、とこのエイシンバッケンが直線で打ち手詰まっていたんですね詰まっていなければもうちょっと際どかったかなといった内容なので、えー、とちょっと前回の内容を見るとそんなにカフジテイクと差がないように見えるんですがいかんせです、ね、ちょっと今回追い込みは、まあ、ちょっとどうかなといった展開なのでそう見たで,ですね、まあ、あの追い込み勢で唯一追い込んでくるのはカフジテイクと決めてあとはちょっとこちらの前残りに注目した方がフェブラリ・リステイクスに関してはいいのかなというふうに思っております。 それではちょっと展開をお見せしながら解説をしますがどうもですねこのレース、えー、チャンピオンズカップの時と違うのは先行馬はですね、えーまあ、コパのリッキーとあとまあケイティ・ブレイブの2頭ぐらいであとはですねそんなに無理してガシガシ行く馬ではないんですねなのでどちらかというとペースが落ち着きそうかつですねどうもちょっと先週の東京競馬場がですね先々週までと違って、えー、ちょっと前残りの傾向が強かった。 たのでどちらかというと私はこの差しの後ろ、まあ、当然強い馬がいっぱいいるのでこのサウンドトゥルーとかですねカウジテイクあたりの人気勢は当然要注意なんですがどちらかというとちょっと前に注目した方が面白いのかなといった感じがしておりますちょっと順番にいきますが1番のサウンドトゥルー、まあ、当然実績上ですねチャンピオンズカップ制していますし、えー、まあ 東京大商店でもですねアポロ、えー、ケンタッキーあたりに負けてはいるんですがやはり超一戦級の中でいつも高走しているということを考えると、まあ、実績能力も一枚上なので差しが届く展開になれば今回も高走一品なのかなと思っています。で2番の、えー、ホワイトフーが、そうですねちょっと急激なメンバー強化なので。